おはようございます。まず私から2点ご報告をいたします。まず本日の閣議において原子力安全に関する福島閣僚会議の本邦開催について決定をいたしました。本年12月15日から17日まで、福島県において我が国が主催し IAEA と共催する原子力安全に関する福島閣僚会議を開催することとしました。今後関係行政機関が必要な協力を行うことについて了解も得たところでございます。私からも会議の成功に向け閣僚閣議に協力をお願いをしました。次に東京電力福島第一原子力発電所2号機の原子炉圧力容器底部における温度計の数値の上昇を踏まえた対応にかかる報告についてご報告を申し上げます。この件について一昨日東京電力から報告がございました。報告書において温度計の値の上昇は温度計の故障によるものであることが模擬実験の結果等から確認されたとしており、その内容については専門家の意見も聴取して妥当である旨保安委員より報告を受けます。これを受け、これまで念のため増加させていた注水量について炉内の状態を監視しつつ通常の注水量に復帰させていくことについては問題がないと考えております。今後は温度計に加えてガス管理設備により放射性物質の放出を連続監視することにより、これまで以上に原子炉の状況を多角的に把握し冷温停止状態の維持に万全を期してまいります。なお原子炉内温度監視の代替手段等については引き続き専門家の意見を引き続き評価をしてまいりたいと考えております。私から以上です。では関西の東京新聞です。東京電力の規制部門のルーティンにあるということです。東京電力として当初10月から予定していた規制部門の 10% の値上げを2月に前倒しすることを検討し、経済産業省を打診しているという一部報道がありました。打診の有無についての実感性と値上げの実感性を持つ生産大臣についての説明をお願いします。10月についても4月についても打診を受けている報告は受けておりません。まずは東京電力が申請当店に生まれ変わるというそのための姿勢をしっかりと示し、それを社内に決定することそれが大前提であるというふうに思います。